さんこんにちは、チョコバナナです。今日はこちらエチュードハウスの花用のパックをやっていきたいと思います。開けると緑色のシートが入ってます。初めて見た緑色のシート。洗顔後鼻の周りが十分に濡れている状態で使用します。どうしよう、では貼ってきます。キャーッと。お茶の香りって書いてあるんですけど、そうですね、お茶っぽい香りっていうかエチュードっぽい匂いがします。貼ってきます。このまま10分から15分置いて、シートが乾いたらゆっくり剥がし、化粧水などで肌を整えますっていうことです。それでは10分待ちたいと思います。はい、10分くらい、12分くらい経ったので剥がしたいと思います。おお、この鼻のさ、皮脂みたいなやつは、まあ、取れる、なんかおすすめ線できちゃった。取れるか取れないかで言ったら取れない。あんまりね、皮脂が取れる感じもなかったし、でも50円なんだよね、1枚。ちょっと高いかなと思うんですけど、匂いは良かったです。匂いがお茶っぽい匂いで、でも私がいつも使ってあのビオレの黒い花パックの方が取れる感じはしました。で、剥がす時も普通ぐらい痛かったし、あんまりこれをね、あの進んで買わなきゃっていうほどのものではなかったかなって感じです。はい、さっきこれを剥がす前に見てたはじめしゃちょーの動画見てたら、Wi-Fi が切れてたのですごくテンションが下がっているので、このまま寝たいと思います。おやすみなさい。それではチョコバナナでした。バイバーイ。